ターミナル、オスロ空港は、ノルウェー王国の首都、オスロの47キロ北方にある国際空港である。正式名称は、ガーデモエン空港である。ノルウェーやシャトルの本拠地である。敷地面積は13平方キロメートル。アトランタ方式に基づき、2本の平行滑走路と、一直線に並んだ2つのコンコースを持つターミナルを備える。地熱を利用した。 地域熱供給システムがある。平行滑走路は2本で、西側のものの方が長い。共に ILS カテゴリー E やを備え、発着容量は毎時80機である。夜間の離着陸は規制されているものの、北側上空を利用した離着陸は許可される。旅客ターミナルは延長819メートル、建築面積14万8000平方メートルである。 グッドマンドストックライビプランチームによる設計。木材、金属、ガラスの素材感を生かしたデザインで、航空会社にもデザインルールに従うことが義務付けられている。国内線17、国際線17の合計34の搭乗口があり、その他に駐機場が18ある。館内放送はない。手荷物受取所にある免税店小売店舗など、 航空業務以外に7200平方メートルが割り当てられており、中でも国際線コンコースの手前を占める免税店は合計1530平方メートルでヨーロッパ最大である。すべての旅客がなるべく免税店外を通るよう工夫されており、到着した乗客も手荷物受け取り所にある免税店を利用することができる。これにより空港の収入の半分は 小売店舗からの売り上げとなっている。空港敷地西部には、貨物航空会社、ビジネスジェット、救急飛行機などのための、がターミナルがあるが、取り扱いは少ない。旅客ターミナルの北側に、ノルウェー空軍の基地がある。第135航空団、第335飛行隊が駐在し、ロッキードの輸送機 C-130J を2機、要する。 この基地は4万平方メートルと小さいが、必要があれば容易に拡張可能な配置になっている。通常の人員輸送には、民間旅客ターミナルを利用しており、年間20万人に達する。ノルウェーの空港公社アバナーの完全子会社である、オスロ空港株式会社が所有、運営している。2009年の売上は、約35億ノルウェークローネ、経常利益は、 約10.5億クローネ。オスロ空港からの収益のほとんどは、アバナーが、ノルウェー各地の中小規模空港で出る、損失の穴埋めに用いている。子会社を通じて、周辺の不動産開発を行っており、ホテルや会議施設、従業員用駐車場などを所有している。また情報通信サービスを、テラナとの共同出資で提供している。 一社の航空会社がこの空港をハブ空港としている。また、一社の航空会社が商店都市として運航している。オスロ空港は公共交通の利用率が60%を超えており、ヨーロッパの空港では最も高い水準である。1904年陸軍や営地時代のガーデモエン1740年、デンマーク統治下のノルウェー陸軍がガーデモエンを野営地として利用し始めた。 当時はフレデリックスフェルトと呼ばれており、現在の呼び名は1788年からである。当初は、騎兵隊、ついで流騎兵隊、騎乗海兵隊が利用し、1834年からは、不評隊、1860年からは、砲兵隊も利用するようになった。軍用飛行場としての利用は1912年からで、あるが、当初は、ただの広場であった。 ナチスドイツ支配下では、ドイツ空軍がガーデモエンを占領し、格納庫や滑走路といった施設を建造する。第二次世界大戦後、ノルウェー空軍の主たる飛行場となり、戦闘機中隊3という早期中隊1が駐留した。ガーデモエン空港オスロを含む東部ノルウェーの主要空港として整備するというアイデアは1946年に遡る。 しかし実際には長年の間オスロ南西8キロメートルに位置するオスロフォルネブ空港が主に利用されておりガーデモエン空港はフォルネブ空港がきりで利用できない時の代替空港として利用されていた。また民間航空会社の訓練用飛行場としてあるいはゼネラルアビエーション用の空港としても利用されていた。フォルネブ空港よりも滑走路が長いため 1946年から1952年の間はすべての大陸間航路が発着するなど長距離路線で利用されることがたびたびあったがホルネブ空港が拡張されるとすぐにそちらへ移ることを繰り返した1972年になるとホルネブ空港の離着陸枠がいっぱいになりスカンジナビア航空とブローテン航空を除くチャーター便はすべてが ガーデモエン空港に移された。それ以上の拡張は困難であり、チャーター便に引き続き国際線をガーデモエン空港に移すか、それとも新空港を建設するかという判断を迫られることになった。1970年、政府報告書はホバールに新空港を建設することを提言した。しかし同時にまだその時期でないとしたため、その地区は計画地として保留された。 1970年代は、中央党や労働党政権の政策により、ノルウェー東部よりも、地方への投資が優先されたため進捗がなかった。1980年代になり、航空需要が増大し1988年までに、国際線をすべてガーデモ園に移す必要が明らかになった。ホバールの計画地はすでに放棄されていたので、ガーデモ園に新空港を建設するか、 ヒューリームに空港を建設するかが検討された。この時の報告書はガーデモエンの空軍基地の必要性を考慮していなかったため批判され、1988年に内閣はヒューリームを建設地とする方針を決定した。ところが1989年になるとヒューリームは気象条件が悪いという調査報告が出る。これには、 気象学者やパイロットたちから事実に反するという大規模な批判が出たものの、二つの政府委員会が調査した結果、いずれも調査に問題はないと結論した。各して再び、ガーデモ園が候補地となり、1992年10月8日に法案が可決された。気象報告が操作されていると主張していた技術者、ヤン・フレデリック・ウィボーグが、1994年に、 コッペンハーゲンのホテルの窓から落ちて、不審死を遂げるなど、法案が可決された後も議論は引き続いた。国会予算から、ノルウェー東部への支出を最低限に抑えるため、議会は、空港の建設と運営を、独立した会社に任せることにした。ノルウェーの空港公社アバナーの完全子会社として、1992年、オスロ・ハバート・フライプラスエースとして設立され、 1996年にオスロラフトヘブン AS に解消した。1997年からはホルネブ空港の運営も担い、建設費はホルネブ空港からの売り上げと交際とでまかなわれた。新空港の建設は1993年8月13日に始まった。まず既存の空軍基地が取り壊され、小規模で近代的な基地へと建て替えられた。ガーデモー園には、 空軍基地以外にも270個があり、これは17億クローネをかけて国が収容し、オセロ空港会社へ貸し付けている。西側の滑走路は空軍により改善済みの既存のものを利用した一方、東側に新規の滑走路を付設した。新たなガーデモエン空港は1998年10月8日に開港したが、前日までホルネブ空港が利用され、 夜間に300人とトラック500台により設備が輸送された。議会は同時に空港連絡鉄道の敷設を決定しており、オスロから空港を経由して、アイツボールまで 64km の高速新線が敷設された。敷設にかかる費用は空港本体と同様に、 ノルウェー国鉄の子会社による再建発行で賄われたが、長大なロメリケトンネルの工事で大規模な湧水が起こり、その対策に巨額の追加費用を要した。アクセス特急フリートーゲは開港と同日に開業したものの、ロメリケトンネルは1年遅れて完成した。一方アクセス道路については、欧州自動車道時 E6 及び国道35号線が改良され車線が増加した。 開港により格安航空会社カラーエアーが新たに就航し、ベルゲントロンハイムオーレスミエの航路で、SAS やプロテンと競争を始めたが、間もなく1999年10月には破産してしまう。ガーデモエン空港は着氷性の霧りや雨に悩まされている。1998年12月14日には、雨氷現象が発生し、20機以上のエンジンが、 離陸中に損傷を受け、内ごきが片肺飛行で予防着陸を行った。旅客数は引き続き増加傾向にあり、すでに想定された旅客容量である年間1700万人を超えている。そこで現在の旅客ターミナルに新たなコンコースを増設したり、北側に地下通路で結ばれた第二ターミナルを建造したりする計画があり、2017年の完成を目標に、 建設中である。第2ターミナル完成後は旅客数が年間2800万人に達すると考えられている。滑走路の増設も検討されているが、現在のところ具体化していない。ありがとうございます。